浜離宮のすぐ近く、都内一等地です。この場所で郊外の値段と合わせていたのではやっていけないでしょう。柱が御影石風で素敵ですね。このスタンドは1リットル都内平均の10から15円は高く売っていたはずですが、マージン固定の法人カードに荒らされてしまったのではないかと思います。ここでスタンドやるくらいなら駐車場にした方が儲かると思います。白い部分は管轄の消防署にモルタルで埋めろと言われたのだと思います。ここら辺の処理は署によって違うのでやめる時も大変です。天井のノズルも照明も外されてます。この後の利用方法はすでに決まっているのでしょう。次は六本木です。このスタンド小さいですがよく考えられたスタンドです。大きな通りの歩道に建築物があり車が入れないため、そのデッドスペースにリフトを配置しています。販売室は狭いですが喫煙スペースも完備。2階の従業員スペースは更衣室、休憩室、事務所とカオスな部屋になっていたのではないかと思います。土地が高いのでわずかなスペースも利用しています。床の上に倉庫です。重いものはウインチで上げていたようです。運営者交代で再開する可能性があるようです。おすすめはしませんが興味のある方はどうぞ。前にも取り上げましたが、映りが悪かったので再度上げます。こちらも六本木です。どちらかというと下町の生活道路に面したガソリンスタンドです。車の通りは多いですが労力と利益を考えると駐車場にした方が良かったのでしょうか？少し変わった作りで屋根の上に住居があるようです。新車、中古車、整備、レンタカーもやってるみたいです。すべてガソリンスタンドと並行してできる業種ですがガソリンを売るための経費と利益、法律の縛りなどを考えるとガソリンをやらない方が良かったのでしょう。もともと固定給油機のスタンドではないかと思います。屋根は後から増設したものではないかと、建物側の柱3本がそれを教えてくれます。塗りつぶされていますが元売りマークが確認できます。床屋さんへの転用は初めて見ました。フランチャイズみたいなのでこれから増えていくかも。販売室と呼ばれる、スタッフ、お客様が入る建物がありません。スタッフはどこで待機していたのだろうか。隣接のタクシー会社、整備工場の車両置き場になってます。土地の形状が特殊でスタンドの撤去が困難だそうです。このスタンドはコメントで教えていただきました。昭和30年代のスタンドと思われますが確証がありません。屋根は増築してます。昔のスタンドは屋根作ってはいけなかったんですよね。スタンドは通常犬走りといって建物の入り口を一段高くしなければいけないのですが、ない。建物の庇に屋根が乗っかってる。
3階建て屋上もあるようです。古いスタンドにしてはおごっています。当時はこの辺りで一番高い建物だったのではないでしょうか。窓ガラスも一周回っておしゃれですよね。中古車屋さんは他へ移ってしまったようです。次はどんな業種が入るのでしょうか。楽しみです。